ます。あ、おざーす。明けおめでーす。明けおめですね、まこさん。新年一発目やね。一発目です。いや、皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、今日はマジ楽しみやわ。いやね、あの、事前に連絡してた通り。あのね、あの、まあこう、なんていうかな、趣味でできるバンドというか、はいはい、気楽にできるのやりたいな、みたいな、毎回話してたの、ヒロキと。そうですね。で、その曲が、ちょっと俺最近その自分の曲にちょっと集中してて、はい、どうしようっていう話してたら、なんかヒロキが作ってくれるみたいな。そうなんですよ。それを今日聞けるんかな。はい、今日持ってきましたんで。いや、マジ楽しみやわ。初めてそれも人に聞いてもらうんで、ドキドキなんですけど。いや、まあリズムトラック楽しみやけどな。さすがにそのバッキングとかは、はいはい、まあまあ基本系の感じなんかな、みたいな感じやけど。まあ、そうですね、あのちょくちょく LINE で聞いたじゃないですか、こういう時ってどうやるんですかみたいな、そう、あれを盛り込んでこういろいろ、ああ、じゃあまああれか、基本のコードプラス、まあ、リズムでちょっといじってる感じ、まあ、そうです、一回まあ聞いてもらった方が分かりやすいですね。あの早速聞いちゃう。え、マジですか。ちょっと結構ドキドキなんですけど。ギターの準備していい。ああ、そうですね。いや、面白いですね、マジで曲作るのって。いや、そうやろ、ハマるやろ。え、なんか本当なんか夢中になってやってましたよ、ね。いや、ほんで人に聞いてもらったらもっとハマると思う、はい、その評価されて。ああ、そうかそうか。いや、楽しいよ作曲は。でも割となんだ、ちょっと自分で言っちゃうのもなんなんですけど、あ、なんか、ま、なんかそれっぽくできたなっていうか。マジで。はい。いや、でもほんま分からんからな、こういうのでさ、はい、気楽に傾いてバンドやってさ、はい、なんかそういうのがこう楽しさ伝わるやん。あ、そうですね。人気出てさ、はいはい、武道館とか行けるかもしれないやん。マジっすか。行けちゃうんですか。分からんけどな。趣味バンドですけど頑張りましょう、ちょっと。あ、頑張るか、ちょっとな。目標はちょっとこの曲とかでこうライブしたいですね。ああ、そうやな。はい、5曲、まあ俺もその作曲参加するけど、はいはい、まあ、ヒロキもちょっとこうな、作曲できるようになったら俺も助かるし。いや、嬉しいっすわ、誠さんのそのね、プレイリストの中に僕が入れるっていうのは。いや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 。マコさん、あの本当にあの辛口というか、あの正直にあのレビューしてほしいんで。あ、今日これ結構、まあ、ほんま正直やし、顔に出ると思うね、多分。あ、まですか。嘘つかれへんというか、そのなんかダサいならダサいとか、ここは直した方がいいとか、ちょっとそういうのをちょっと言っていただければ。あ、マジで。はい、助かります。そうか、ヒロキ大丈夫なタイプなの。あ、全然、あのそういうのはあの吸収していきたいですね、なんと。なんかもっとこうした方がいいよとか。あ、欲しいです、欲しいです。もうちょいこうした方がいいよみたいな。はいはいはい。あ、オッケーオッケーオッケー。助かります。ヴィンテージモダン。お、なんすかそれ。なんか初めて見ましたね。ヴィンテージモダンタイプかな。へえ。大沢、新年一発目じゃないですか、スタジオ。あ、確かに。音出し。新年2024年一発目の。何コードにしよっかな。じゃあちょっと弾いてもらってもいいですか。これが一番好きな。なんかシャリシャリになってます。え？初めて使うアンプあるあるやな。いや、これ多分アンプが。え？ちょっとこの音はやばいな。なんかラジオ見たくない。まあ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 、まあ、ちょっと後で変えてもらうか。そうっすね。まずちょっとヒノキの曲聴いちゃう。聴いちゃうんすか。みんな楽しみやろ、さすがに。じゃあちょっと、いやー、緊張すんな。ちょっと準備して。いいっすか。はい。よし、じゃあ流します。これでいいかな。そうです。最初にして、いやー、マジタロック。あー、結構 EDM っぽい。そうっすね。いや、めっちゃ個性的というか、なんか斬新な感じで、はい、俺は結構好きやで。なんかその最初の、うん、なんかその EDM っぽいって言ってくれたところじゃないですか、うんうんうん、めっちゃこだわったんですよ、そこ。あー、確かに結構意外性はあったな。なんか、今時っぽいっていうんですかね、なんか。あー、確かに確かに。若い人からちょっといろんな人に。あ、確かに、はい、もうロックあんまりな、ちょっと古い感じもするもんな。そうですね、やっぱ、はい、なんか TikTok とかで流したいなと思ったんで、そういうのも狙って作ってみたんです。あー、なるほどね。あ、どうしだ、あの、まだ多分 A メロぐらいなんで、ちょっと続きサビまで行ってもらっていいですよ、全然。あ、まだ、あ、ま、サビまであんのや。ちょっと待って、あ、ちょっと途中で止まっちゃったっすか。最初からにする。いや、途中でいっか。
あ、止まっちゃったっすかそれ。あの、全然通しで聞いてもらっていいですよ。はい。通しで最後までやるわ、じゃあ。あ、ちょっと、はい。ここまでっすね。今のサビなんかな、わーみたいな。そうっす。あれがあれか、失恋した時の方あーあれか、はい、失恋した時のわーみたいな、まあ、あのシャウトっすね。あーなるほどね、はいはい、あのなんかイントロっぽいとこで君が好き君が好きみたいなでサビでわーみたいな。いやいい、めっちゃいいんちゃう、斬新やと思うで、マジで。最近奇抜のは流行ってるやん、ボカロとかでも。ああ、そうっすね。恐怖オールバックとかヒトマニアとかすっごい奇抜やん。なんかあの路線でいけんちゃうかなみたいな。なんかそのバラードっていう中にもなんかそのエモさっていうのを僕は外したくなかったんですよ、ね、ちょっと待って、もう一回聞いていい、ちょっと あのイントロだけ聞いていい、順番に。ちょっと笑ってます。いや、じゃ感動してんね、マジで。そうっすか、よかったっす。いや、そんな表現すんねやみたいな。いや、嬉しいっすよ。うわーってもう、あれやろ、うわ失恋みたいな感じやろ。そう、叫びやろ。叫びっすね、いろんな感情がこもってんすよ、そのシャウトの中に。ハイハットやばない、リズム。ハイハットエグいな、イントロの。あのリズムなかなかやっぱりドラマやからさ、俺じゃ絶対出てこんもん、あのリズム。やっぱあのスラッシュビートっていうんですか、なんかこう、なんか疾走感。いや、ほんま、多分俺初めて聞いたかも。めっちゃムズないか。あ、ここっすか。いやいや、いや、まあいいんちゃう、やってみる、今ちょっとカバーっていうかさ。あ、え、けど感動しすぎてなんか変な汗できた、マジで。マジっすか。え、どうでした、なんかとりあえず聞いてみて。これはやるねんな、これはもう確定なんかな、確定というかさ、はい、どの辺が良かったですか。いや、なんかあの多分全部評価してくださってんだなってのは分かるんですけど、具体的に一番いいとこ、はい、それはわーじゃない。あれだってサビってことやろ、2回来るってことはさ、会いたい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 って盛り上げてさ、そう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 、サビ来ると思ったらまたわーみたいな、あれサビやったんやみたいな思ったけどな。なんかそのちょっと待ってちょっと待ってあの、あ、涙出てきた、マジで感動すぎて、ちょっと待って、すいませんすいません、ちょっと待ってな。いやマジで、いやマジで、なんかなんやろ、このエネルギーすごいね、見て、俺めっちゃ汗かいてない。本当だ、熱いっすか。熱いし、なんかこう曲のエネルギー、曲のエネルギーでかな。まあ嬉しいっすわ、マジで。感動してるんかな、多分。あ、これがあれっすか、その人の心をこう動かせる曲ってこと。あ、そう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 、そう、うわ嬉しいっす。じゃあちょっと、あ、孫さん、これあの全然使ってもらっていいんで、あの概要欄とかに貼っときましょうよ、この曲。はい、貼ってどうする。いや、あの皆さん欲しい方とかいないですか。もったいないんちゃう、やめといた方がいいんちゃう。著作これどうやって曲を守った方がいいんですか、これ。いや、そう、俺らでやっぱやっていくかどうかまだ分からんけど、はい、もしやるんやったら、はいはい、そんなんフリー配布したらさあ、こんないい 曲の価値下がるやん。そっか、じゃあ、そうだから、とりあえず俺らでやるかどうかまだ分からんで、そのもしかしたら俺も曲作るかもしれないし、今後、はいはい、とりあえず採用でいいですか、この曲は。とりあえず採用っていうかさ、なんやろ、まあ歌詞ないやん、まだ。歌詞入ってますよ、入れたんで。あの、え、あれ、あれ全部、え、はい、仮歌とかじゃないんや。本チャンス
で、でボーカリスト入れてその人多分歌えるかわからんやまだ。まあそうですね、ちょっとなんかこう無理ってなったらさ、ちょっとピッチもいじってるやんすごい、はい、なんかこう声質も変やったし、あの高かったし、だからそうっすね、もし歌ってもらうならあの感じ崩さないでほしいんですよね、あの僕の世界観があるんで。うん、そうやんな。でシャウトは真子さんにしてほしいんですよ、あそこ。俺？そうっす、そうっす。俺がシャウトすんの？の前提で作ってますね、あれは。わーって、そうそうそう、絶対かっこいいっすよ。え、ボーカル歌ってて俺ギター弾いてるやん、はい、サビになって俺がわーって、そうそうそうっす。ああ、まあ、新しいんちゃう、ええんちゃう。いいっすよね。で曲の構成もなんかサビなんかすぐ来たなみたいな思いませんでした？思った思った。なんか構成も結構奇抜というかさ、あれもやっぱその海外の楽曲制作に習ってちょっとこうなんていうんですか、ね、オマージュというか海外の、そう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 、取り入れたんや。そうそう、インスパイアされて、インスパイアされたっす。なるほどな。 でもほんまに斬新というかさ、ほんまに初めて聞いた感じやからワンチャンあると思うで。マジですか？バズるってこんな感じや。いやー嬉しいですね。どうする？いや、まあ、でもバンドで再現できへんかったら無理やん、そもそも。一回やってみてさ、そうですね。なんかエレクトロ要素も強かったし、はいはい。でギターフレーズも、まあ、再現できるかわからんから。ギターフレーズ聞こえました？軽くな。どうでした？まあ、進行はシンプルやけど、途中かっこいいギター入ってたやん。まあ、あれはいいなと思ったけど。あ、ありがとうございます。で、まあ俺らで再現できひんかったらそもそもバンドとしてできひんわけやん。あ、そうですね。一回ちょっと今合わせてみて、はいはい、まあ、それで無理やったらごめんやけどポッシャーあるってことになるけど、大丈夫かな。まあそんな難しいことしてないんで、ちょっと合わせてみますか。ちょっと音が悪くてケトナーに変えました。あ、変えましたね。いい音っすね。かっこいい。かっこいい。ケトナーいいな。いいっすね。コードは CGA って感じやんな。俺が多分 LINE で言った感じのやつをそのまま使ってる。あのままやってるんで。なるほどね。はい。で、最初は、イントロは同期になるんで。あ、俺弾かんでいいな。弾かなくていいっす。オッケーオッケーオッケー。入れるとこで入ってもらっていいです。入れるとこで入って。オッケーオッケーオッケー。その辺は任せますんで、あの。流してもう、いっちゃう？合わせちゃう？あ、そうっすね。Okay. で、あの、最初のイントロ暇だと思うんで、一緒にこう手拍子とかやってほしいんですよ。あ、オッケーオッケーオッケー。はい。オッケーオッケー。盛り上げる感じで。オッケーオッケーオッケー。手拍子ね。そうっす。で、サビでバンドイン、バンドインっていうか、みんなで楽器隊入るみたいな。あ、オッケーオッケー。ドラムも入るんで。オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっと一回流すのかな。お願いします。手拍子な。手拍子、手拍子。あの演奏できひんかったらマジで、いやちょっと今盛り上がりすぎて、マジで強いね。もう一回やろう。お願いします。この拍手もなんか拍手めっちゃむずない？なんかなんかこうお客さん多分やりづらいなっていう感じ。あ、まあまあまあ、ひろきのその感性で言ったら別にいいんかもしらんけど、あえて難しくしてます、ちょっと。あ、でも気持ちいいっすよね。乗りこう乗れる感じ。お客さんにもやってほしい感じ。もちろんです。じゃあまあまあ一回、まあまあとりあえずな、ちょっと、はい、うん、なるほどね。いや、まあまあまあ、そのバンドでやライブもするってことやんな、ヒロキ的には。まあそうですね。まあさっき孫さん言ってくれたように武道館やっぱ行きたいですね、これで。なるほどね、はい。まあまあ、そのまあライブでやるにしてもバンドインが多分サビだけやん、今のとこ、今のやった感じ、うん、まあそうですね。バンドとして別にやる必要ないっていうか、そのいや作品としてはいいので、その
ライブでバンドでやる必要あるのかなっていうのはちょっと思っちゃったかなっていう。あ、というと、というとっていうか、まあサビだけやん、バンドインするの。そうですね。それまでずっとだってこう煽るだけやろ。まあ一応そういう盛り上げ曲的な。うん、まあ私盛り上がるかもしれんけど、まあバンドでやる曲じゃないかなっていう感じはちょっと正味感じてる今のとこ。ああ、じゃあユニットでやります、2人で。はい。あ、そういうことじゃなくて。いや、うん、だから人前でやるなら、うん、なんかイメージできんね、やっぱこう。それはあれですか、あの、まあ、ボツみたいな感じですか。いや、ボツって、いや、そんな、ボツとかじゃないよ。そんな、やっぱさ、初めて作ったわけやろ。そうっすね。いや、もうほんますごいと思うね、マジで。いや、嬉しかったっすよ、孫さんに、めっちゃいい曲って言われて。って言ったっけ。なんか曲としては、そんな、なんていうのかな、曲として成立してるかな、成立してるのがまずすごいっていうか、まあ、してないか。いや、むずいけど、なんか、なんていうのかな、まあ、音としては聞けるやん。音としては聞けますね。だからそれがもうすごいよ、その拍手を。もう初作曲で、ありがとうございます。ちゃんとそのビートも打ち込んでやろ。いや、それはもう全然作品としてはすごい。ありがとうございます。はい。いや、マジ、いや、どうしたんですか、どうしました。いや、ヒロキ、すまん、マジすまん。どうしたんですか、また。これは無理や。え、どう、え、無理。あの曲がすぎる、マジで。これ俺やりたくない。いや、マジ申し訳ないけど、あれ、なんか最初なんか結構褒めてくれたような気がしたんですけど、なんか、いや、もう初作曲やろ。そうです。いや、確かに初めてにしてはもうしっかり、何、音打ち込みもやって、はい、まあ、ビートもある程度できてたやん。そうですね。多分ボーカルもなんか録音して、はい、ピッチ上げてるやろ。そうです、まあ、あれもなんか上げてる意味わからんし、みたいな声になってるやん。いや、ごめんな、まあ、申し訳ないけど、はい、優しさよ、これ。いや、多分こういうバンドってさ、この気使ったら、いや、良くないのに、いや、まあでもかわいそうやからやるかってやって、活動を進めて、はいはい、もうどうにもならんくて、ポシャル、すごい時間を無駄にするやん。まあ、いや、そうですね。この段階でもう曲って言ってあげてボツにするのは優しさやと思う、マジで。これは一回このプロジェクト、バンドも一回も分解してやめとこ。今日結成したプロジェクトが、じゃあ今日解散ということで。いや、そうやな。いや、結成もしてなかった、この。あ、そうなんですか。いや、俺の中では曲聴いて判断しようと思ってた、はい、正味。あ、そうでしたか。で、予想をめちゃくちゃ上回るほど、はい、ダサかった。ダサかったですか。それだけ、ほんまに。いや、そうでしたか。そうそうそう、って感じで、もう今日はもう時間も時間やし、帰るかも、飯食ってさ。そうっすね、うん、どう、でもやってみて、やったら作曲、あ、楽しかったですね。あ、まあ、なんで、まあ、今回いただいたそのフィードバックじゃないですけど、うん、まあ、本当次回作魂込めてもう一回作るんで、うん、おお、いやいや、よろしくお願いします。いや、よかった、ひろきがその受け止めてくれる人で。怒る人もおるやん、そう言われてさ。ああ、そうなんですか。なんやねんみたいな、じゃなくてよかったわ。いや、まあ、こんなんじゃ全然。あ、マジで。はい。いや、嬉しいですね。もうバネにして、いい、うん、まあ、いいと思うね、マジで。いやー、でも、いや、もう帰ったらマジで速攻作ります、あの次のやつ。うん、まあでも楽しみにはしてるから。本日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れでした。はい、帰ります。お疲れした。お疲れっす。ひろき、実際どうなん、作曲とかしたことあるの。いや、ないっす、ないっす。一回も。一回もないですね。ほんと、なんか曲作れる人すげえなっていつも思ってます。あ、真帆さん、あれどれぐらいかかったんですか。いや、マジピピピピピピって貼り付けたから、へー、1時間ぐらいかな。マジで中毒性高いっすよ、あれ。逆にむずいね、あの、なんていうの、やっぱ王道になっちゃう、そのセオリーになっちゃうから、外すのがむずかった、この。あ、変に作ろうとしても。そうそうそう、まあ、ちょっと第2弾も期待してますんで。第2弾、あれ、やっぱヒロキ作ったんやろ、あれ。そうそう、僕が作ったんですよ。 TikTok で流せるイメージで。じゃあ次またロック作ってきたな、ヒロキ。そうですね、じゃあちょっとロックを作っていきましょう。